途中で空気変わったなってものを見てきたと思います。まずはこちらですね。医者と患者のやり取りですね。医者がね、患者に聞いています。週にどれくらい運動しますか。すると患者、セックスは運動に入りますかと聞いていますね。医者、はい。患者、じゃあゼロです。ということで、なんで聞いたんだよというね、質問がね、間挟まってるんですが、まあゼロなんでね、しょうがないですね。まあこれがね、運動に入るのかどうかの議論もあるんですが、まあ入ったところでね、この患者はゼロなんで、関係ないですね。次はこちらですね。ヨロー、ヨローとスタンプを送り合って、まあお互い初めましてぐらいの関係ですかね。男の方が、埼玉なんだがどんなイメージと聞いていますね。知らんと言われてるんですが、さらに、秋田は何もないと思うけども、だね。ということで、女性が秋田出身なんですかね。ちょっとそっけないですね。さらに男、秋田は秋田ってなっちゃうよな。というちょっとね、ダジャレも挟んできましたね。だね。ということで、もうこれはね、ちょっと女性側がそっけなさすぎる。脈なしってやつですかね。さらに男、おっぱい何カップと聞いてますね。女性、C かな。男、そうなんだ。エッジ検定合格。ということで、もう結構ね、そっけなかったんですが、女性側、エッジ検定には合格したんですね。もう C カップは偉大ですね。これだけそっけなくても、エッジ検定には合格できるんですね。まあでも返事がね、これだけそっけなくても、カップ数は教えてくれる女性の優しさも染みますね。次はこちらですね。どうやら男女のカップルのやりとりみたいですね。男側、ねえ、今日インスタに一緒に乗ってた男の子誰？すると彼女側、あ、元彼だよ。もう男女の仲だから。ということで、え、普通元彼と二人きりで遊ばんくない？別に好きとかじゃないから。でもさ、俺からしたら心配やん。さすがにしつこいよ。しつこいとかじゃなくて、元彼と会ってほしくないよ。いやいや、男女の仲だって。大丈夫だよ。大丈夫とかは俺が決めることやん。めんどくさーい。というね、やりとりなんですが、男女の仲はダメやろというね、やりとりですね。ただの友達だよとかならいいんですが、元彼と男女の仲らしいですね。この彼女。まあ、でもね、別に好きとかじゃない。そうなんで、結構ね、元彼と割り切った関係なんですね。もう彼氏はね、もっと怒ってもいいかもしれません。次はこちらですね。友達同士の恋愛相談の LINE ですね。ちょっと相談していい？と聞いていますね。ん？どしたん？好きな人いるって言ってたやん。その人さ、他に好きな人がいるらしくて。でも好きなのやめられない。やめたくてもやめられない。と相談しているんですが、カッパエビセンかよ。ごめん、寝ぼけてた。ということで、せっかく真剣にね、相談しているのに、うまいこと言ったったみたいなツッコミされていますね。まあ、カッパエビセン以降ね、既読がついてないんで、相談者もね、怒ったのかもしれませんね。まあ、やめたくてもやめられない。確かにね、カッパエビセンっぽいんですが、まあ、ここはね、ツッコミを抑えて、相談に乗ってあげたかったですね。次こちらですね。コナンのエンディングですね。蘭姉ちゃんが喫茶店みたいなところで言いますね。いくら待っていたって、この店は、誰も何も持ってきてはくれないんだよね。セルフサービスなんだから。ということで、もうそらそうやろ、というね、歌詞なんですが。まあ歌を聞くとね、そんな変じゃないんですが、歌詞だけ見ると、当たり前だろ、ということを言っていますね。もうセルフサービスの店は、自分でね、取らないと、誰も何も持ってきてはくれません。次こちらですね。AI のチャット GPT ですね。いっぱいのイをオに変えてみて。というね、よくある引っ掛け問題をチャット GPT にしていますね。おっぱい。ということで、引っ掛かりましたね。違います。おっぱおです。すみません。勘違いしていました。ありがとうございます。なぜそのようなミスをしたのですか？私の回答には、自動的に文章を生成する AI の機能が使われており、私が誤って答えを生成した可能性があります。言語処理の自動化は、まだ完全ではなく、時々正確ではない答えを提供することがあります。私はユーザーからの指摘を受け、適切に修正することができます。申し訳ありませんでした。とね、謝っているんですが、次からはこのようなことはしないように気をつけてください。はい。今後はより正確な回答を提供できるように努めてまいります。ありがとうございます。では、いっぱいのイをオに変えてみてください。おっぱい。ということで。いや、まあ、素晴らしいですね。流れが完璧ですね。もう次は間違いません。と言ってからのおっぱい。もしかしたらチャット GPT、これが振りと落ちだと理解して、あえて間違ったのかもしれませんね。AI は恐ろしいですね。次はこちらですね。ライトノベルの誤植の修正案内ですね。お詫び、バリアントノベルス、左遷先は女性都市、美女たちと送るイチャラブハーレム都市生活についてお詫びとお知らせ。ということで、平素は格別のお引き立て、ご愛好賜り、熱くお礼申し上げます。勝者より2021年6月18日、金曜日発売のバリアントノベルス、左遷先は女性都市、美女たちと送るイチャラブハーレム都市生活の本文につきまして、編集部のミスにより誤植がございました。59項2行目から3行目、誤り。領主様なのに、ちっとも選ぶったところのない人だ。送りだ。あ、おっぱいダメ。アリソ様。アリソ様。行く。イグ、おっぱいイグ。されたのが、ウィメジ治療だったのは、とても幸運だったのかもしれない。ただし、領主様なのに、ちっとも選ぶったところのない人だ。送り出されたのが、ウィメジ治療だったのは、とても幸運だったのかもしれない。
ということで、まあ途中にね、余計な文章が入っちゃったんですね。もう誤植ならね、しょうがないですね。まあなんか文章の途中で、キャラクターが突然喘ぎ出したのかと思ったんですが、もうそれは誤り。ということですね。で、こちらですね。どうやらエッチなビデオのタイトルみたいですね。ハメジオが止まらない激しく爆撃美少女。スジマンから止めどなく溢れ出す潮は、やがて雨となり地にキス。ここは水の惑星地球。ということで、もう壮大すぎるタイトルですね。なんかよくわかりませんが、地球に生まれてよかった。と思えるタイトルかもしれませんね。ということでね、もう思い切ってね、途中で空気を変えるのもいいかもしれません。以上です。